初めて見た種類のぬいぐるみだからパーマさん、ここさ椅子っすよ、後ろは作ってもらう。で、この間に横糸を入れてくる。で、回して横糸を入れる。もう一台。ちょっとあとあの糸をこっちから入れてるのとこっちから入れてるので、糸のねじりの向きが変わるのでこういう風な模様になるんです。こっちは同じ方向にしか、こういうのは同じ方向に、ねじれるようにしてあって、これはあの真ん中から分かれてこっち向きのとこっち向きのとこっち向きのがあって、この4つ穴があるので4回転1パターンみたいになるんです。あーな、あ、どうぞどうぞ、はい。こんにちは。なぜ 3DS が今夜で初期型ですよ。これが 3D、 これは初期型です。これは京都まあその場の写真だけじゃなくてもうちょっとプラスアルファで体験を記憶する。それは写真撮影するときに録音もすると。そうですね、今 iPhone アプリで撮りまして、今撮ったのが盛り上がっているんですけど、例えばこれでこれがツイートと同時にアップロードするってボタンなんですけど、アップロードされるとちょっとアップロードされるとこっちの方とかでいろんなとこで見れると。そうですね、アップロードされると、はい、あ、横になっちゃってます。こういう風に見れて、でこれ音声も今説明してた音声が入ってる。で、まあ、GPS ロケーション情報とかも撮っていて、はい、ご覧ください。やっぱりパオーンって言っちゃうみたいな。なるほど、なかなか面白い。やるんだ。あのでもあんま綺麗に今動かない。結構ノイズが入っちゃうんで、口を触ると歩き歩いたり、上がこの重い方、ソフトモデムとアルディーノを使って。あばねえ、あばねえ、これも音で。そうですね、そこの iPod タッチから信号を送る。高さにピッチ変わります。右手を上げていくと音は高い。そうですね、左手を回転させていただくと母音が変わります。これが、これが動くやつです。こういった箱なんです。これを使ってこういうこんなの、はい、これでやる。はい、ちょっと具合悪くなってきたんで歩かないですけど、もどもど柔らかいぞと。柔らかいから特殊な動きをすると、はい、こうさっき結構なんかうまくやるとピョンとジャンプしたりとか、こんな感じ。これあの実は面白くなると、はい、今回路
なんかちょっと周りの音によって拾っちゃうんで、よく覚えちゃうんですけど。すげえすげえ。いい。すげえいい。あ、もう終わっちゃった。すげえ。こっちダメなんです、こいつ。ダメなんですこれ。ちょっと、吉森さんのちょっと首がかなりもっと切ったりできない。いや、これ一つ見て。安定させらんない。あー、ネットで書いて、ネットでアップしていく。ざわざわでかやがやだよ。こっちはざわざわでかやがやだよ。中はこうだ。これがオピアンプ。あとは電源とスイッチとボリュームです。で、あとは充電回路ね。それ以外何も入ってない。このオピアンプ。今青のほうが立ってるんで、赤のほうが立つと赤に装飾されていく。移植されて、なんか でもこっちをやると赤くなるのかな。こっちが赤ですか。こっちも赤くなるの。そうですね、こっち側にやると赤が、あ、今赤が変わったこっちやると青になる、ね、今はちょっとあれですけど、今時間で切ってるんで、このくらいで大丈夫です。こうですね。あ、じゃあこっちがこう、ね、新色ちっちゃいよ。今ちょっとやっぱり片方バックしながら片方そう、あの左右完全に入れてあげればできてやる。今止まれてやったら止まんない。ちょっと信じなさいという電車なんだ。これが今認識してる絵として、今認識して止めました。これがこの、これが今のはスイッチングで、あ、どうぞ。なるほどね。はい、こんな感じですね。あ、まっすぐ取りましょうな。あ、電源はあのピアノの代わりに電源にしてあげるとエンジンつけてます。最初に超えてましたよ。あ、片方ずつやる。あ、両方行きますか。これで方向をやったりしてこうやって何回ではあるんだ。これ何なんかいいんですか。はい、あの、よかったらいいタイミングで押してください。いやいや、こう押したタイミングでこのウェブカメラであの画像がツイッターに載せられます。なんかセンサー、あ、センサーです。あの、シットセンサーが伝えて、それで合計数値が出てるんですよ。なので、まあ、それがあのツイッターにアップロードされて、で、これで面子やって、ただいまの面子力は、400、おお、141ですね。またやる。マイコンボードになってまして、はい、このラジコンサーブを16チャンネルつなげて動かしたりですとか、あとこれ距離センサーとか、まあ、距離に応じてまあこんなデモやったりですとか、うん、マブチモーターこう動かしたりですとか、うん、言ってくださいあーで入ってる。あーちょっと長く、あー、あのタッチしてこれ離した時に出るみたいなんですね。だからこっち今長い時間で押してるんです。今4つ、どちらの方向でも動かせるようにしてファイルを組んであります、はい、でご覧の通り、パルス、
カチッと開いているものなので、あるいは紫のものを使うと両手が連動して真ん中のものを使うと左右対称に形成します。足の方も片足ずつ動かすこともできるんですけど、両足を同時に開いていくことが呼ばれていて、でこの足のつま先の位置を変えないように足をひねるというものを守ってます。このソフトは何なんですか？そもそもこれは自分が趣味で作ったの。公開してるんですか？明日は公開します。ロボット自体はこれが感じで、こう今のリアルタイムの画像が出るのか、正面の画像がそのまま出ている。ユーザーの顔の動きに合わせてロボットを動かすとかで、このモーションコントロールみたいな感じで、なんでこれをシリアルケーブルでパソコンに繋いでるだけです。あ、シリアル今買うと荷物になる。これで動かせるの？どこで動かせるの？ジョイスティックで左と右足の指が動いて、これがあるね。でスピーカーのところのネットはこういうあの板だけ売ってる。え、さっきあのあっちの学食の方でこれをこういう、これ動かしたら変わる。はい、あの同じようにで赤い矢印が地磁気センサーの方向で、青と緑で傾きの方を動かしてますね。あの本来だと1秒ごとに点滅するはずですが、今ちょっと間に合ってないもんですから、あ、これ Android なんだ。はい、はい、これね、これが自作、はい、自作 Android 端末。はい、はい、あ、これもだです、はい、こっちはリセットなの、電源リセットで、そっちがこれがホームボタンなんだよ。今これじゃあこれはこれ、あ、これタッチパネルなんだ。はい、これも自作だ。はい、そうです。ちょっと抵抗膜なのでやりにくいかもしれませんが、 USB にしちゃうので、まあ、あとは何があるの？今この、まあ、ただこれ、色の間が綺麗についてます。通常そのこれは温めてないからですね。これはね、キラサー進む型レーザーハープの半分です。憧れの楽器がこっちね、モーターがうまく動いてくれないんですよ。で本当に動いてるところを見せてしたいんですけど、まあ、カメラの認識だけお見せしますので、ちょっと失礼します。ちょっとここの照明が結構黄色いので色がうまく認識できてないんですけど、こう青色を認識すると。で例えばこれが右に動いたら自分も右を、左に動いたら左に動くということをやりまして、常にこう弾がターゲットの位置を追いかけるように動かすということをしています。でこれがこのカメラの真ん中に来たら引き金に反応が出てくる。でこれを引くことで、まあ、ターゲットに自動的に弾を当てるというかもしれないですね。これは何、磁石がついてるんですか？はい、裏にマグネットを貼りました。でこうホワイトボードの書いた通りにそのまま、はい、配置して配置するから、なんかわけわかんなくならないです。そうそうそう。それは電波でもってビーコンの音を出してたんですけど、はい、そのビーコンの音だけを抜き出して、で、あのひたすら鳴り続けるようにするというだけ、はい、抜き出しはあの走ったから返事ないんだけど、まあ
ここちょっと遊びすぎちゃったんですけど、自分でやらないといけない。そう、やらないと。これもやる。長めにやるといいです。ちょっと空気入れてやるみたいな、ええ、気持ちいいでしょ。要するにスイッチがオンの時はオフになる。いろいろ配線をいじることは実はできる。